はい、こんにちは。じゃあ今日もみんなの日本語のレッスン22を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはレラティブプロノウン、何々があります、何々がありません。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。 Example では Person A and B、 I'm a reader。 Person says 一緒にゲームをしませんか。 Person says すみません、今ゲームをする時間がありません。 By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences aloud immediately. I'm gonna show you how to do it. じゃあ、example ね、パーソンエッセンス。一緒にゲームしますおけませんかね。一緒にゲームしますませんかね。パーソンエッセンス。一緒にゲームをしませんか。一緒にゲームをしませんか。パーソン B ね、すみません、今ゲームします OK、 プレインスタイルプレゼンタファーマティブ時間ありますネガティブね。パーソン B、 すみません、今ゲームします時間ありますネガティブ。 Please、 すみません、今ゲームをする時間がありません。すみません、今ゲームをする時間がありません。じゃあ、クエスチョンマンでパーソンです。一緒に宿題しますませんか。一緒に宿題しますませんか。A さん、一緒に宿題をしませんか。一緒に宿題をしませんか。パーソン B ね、すみません、駅まで同僚を送ります。OK、プレゼンターファーマティブね、プレインスタイル、プレゼンターファーマティブ。約束あります。すみません、駅まで同僚を送ります。約束あります。ビジネス。すみません、駅まで同僚を送る約束があります。すみません。駅まで同僚を送る約束があります。じゃあクエスチョン2ね、パーソンエッセンス。一緒にビール飲みますませんか。 A センス、一緒にビールを飲みませんか。一緒にビールを飲みませんか。パーソン B ね、すみません、会社 OK、 プレイスでプレイスでね、会議 OK、 参加します requires にパーリングで、会議に会議に参加します、プレインスタイルプレゼンターファーム用事あります、ね、すみません、会社会議参加します用事あります。 B さん、すみません、会社で会議に参加する用事があります。すみません、会社で会議に参加する用事があります。ラストはね、クエスチョン3、パーソンエッセンスね。一緒に日本語を習いますませんか。 A さん、一緒に日本語を習いませんか。一緒に日本語を習いませんか。パーソン B ね、すみません、日本語習います、プレインスタイルプレゼンターファーマティブ、お金ありますネガティブ。すみません、日本語習います、お金ありますネガティブ。じゃあ B さん、すみません、日本語を習うお金がありません。すみません、日本語を習うお金がありません。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で次は4番目のステップとしてライティングの練習があるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。